なんかね、たとえスバルが好きだろうと、このプリコネ世界では、俺の女になってもらう。いけー！いやー、始まりましたね。リゼロから始まる異世界食卓。つうことで、本日はね、新キャラクター、まあ、ガチャキャラクター、配布キャラクターみたいな感じであるんだけど、今回はガチャキャラクターとして実装される、レムを目指して、ちょっと回していきたいな、つうふうに思います。なんか、回復のアビリティと敵を氷結させるみたいな話は聞いたんだけど、どうなんですかね。範囲内の敵行動不能状態の敵すべてに物理大ダメージ。おー、ユニオンバーストをこうタイミング調整しなきゃいけない感じなんだね。物理小ダメージ、さらに凍結。あ、物理キャラなんだね。物理キャラクターで HP 一人だけ回復持ちは熱いんじゃないですか。結構攻撃寄りだけど回復あるって感じか。面白そう。ということで、じゃあ本日はレム目指して回していきたいと思います。まあ実は俺リゼロはね、ナロー版、小説家にナロー版の方で何話だったかな、200話だか400話ぐらいまで読んだんだよね。あの白ウサギまで読んでたんですよ。回していきます。はい、白ウサギぐらいまで読んだんですけど、まあやっぱね、なんか他のナローとちょっと違うなっていうふうに思ったのは、まあ別にこれはいいところか悪いところか置いといて、なんか、まあ、この子が、このレムちゃんが、すごいね、主人公のことを好きになるんですよ。主人公のことを好きになるんだけど、なんか好きになる、なんかその過程がすごいね、あ、まあ好きになるよね、みたいな。納得があったよな。他のナローって結構こう、割とこうそこら辺単純。もう奴隷から拾ったからみたいな。いや、そんな感じのがあるんだけど、なんか、あれですよね。リゼロはそういうところ、まあ好きになるよね、みたいな。逆にそのヒロインのエミリアっていう、まあ白い髪の女の子いたじゃないですか。エミリアの方はむしろ一目惚れだから、まあ、なんで好きになってるっていうところはあるぐらいまであるんですけど、まあレムはね、結構そういう過程がっていう感じでしたね。じゃあ回していきましょう。10連ガチャの方。いきまーす。1回目。はい！行くぞ！来い！俺のうおはい、仲間が石になる、今日も。なんかね、たとえスバルが好きだろうと、このプリコネ世界では、俺の女になってもらう。いけー突撃虹色にもならん。いけ。素敵な仲間全部石になってたらちょっと困るんですけど、素敵な仲間かっこ石なんですけど、ちょっと待って。ひどいー。ちょっと待って、俺もうそろそろ優勝席になるんじゃないの。だって俺、そうだよね、無勝席1900、最後の1回だ。で、優勝席4100。俺今回課金したくないんだよね。お願いします。お願いします。プリコネはさ、あれがいいとこだよな。1回出りゃいいところは、なんかいいっちゃいいよな。まあ、ただ逆に言うと、結構プリコネの煽り、引く。これ俺だけかな。結構さ、プリコネなんか10連で出ましたみたいな煽りされるとさ、来たー！ダメージ食らうんだよね。煽りダメージ。もうプリコネやめたくなるもん。1、2、3、4、5、6枚目、7枚目、いきましょう。2、3、4、5、6、いきます。早速、1個目の虹で、レムをいただいていく。煽られたくない！お願いします！秋野な、俺ね、初期の秋野は俺すげえね、重宝したよ。来い！なんで虹に光ってないんだよ、お前の手紙は。レムが欲しいんです。てかさ、なんか最近バレンタインのしずるがすげえ強えというさ、話を聞いたんだけど、なんかバレンタイン、なんか物理パーティーならバレンタインしずるみたいな言われててさ、マジっすかっていう。俺持ってないんだよね、バレンタインシズル。いきます。えいっ、お願いします。最後の10連なんです。お、きゃ。ありがとうございます。いただいていきます。虹、オッケー。2枚目、4枚目、いくよ。ここでレムをバッチリ引いて、俺の石はすっからかんになっていく。来い。よし、危なかった。レム来た。課金するところだったわ。危ねえ。実弾を。
まあ、現金をやることをね、実弾って言うんですけど、僕の中では。なんかね、実弾をちょっと、プリコネに実弾を発射してしまうのは、ちょっと、危険と思ったけど。あ、俺、優勝席56でさ、この先生きて、俺さ、俺今日のプリコネ、まだ石割ってないんだけど、イベントとかも、優勝席56個じゃ俺、できないじゃん。ありがとうございました。